ごめん、ジョーだけしか聞こえない。ジョーカメラマンで来るけど、よくかってごめんね。Thank you.
ありがとうございます。じゃあ2部始まりました。皆さん盛り上がったわ。これまだ3人しか声出してないね。もう一回いくよ。みんな盛り上がったわ。外やけもうちょっと響くはずっちゃうけどな。もう一回みんな盛り上がったわ。俺らが終わるけど、この辺しとこう。はい、ということで、一人ずつ名前をね、言っていきたいと思います。はい、はい、今日もみんなの心に転がり込むちゃん、恋する子供と書いて、こいこです。よろしくお願いします。イエーイ、丸顔こいこ。一応丸顔で覚えてください。はい、じゃあ次はネギニャン。はーい、にゃん、にゃん、ナギニャンだよ。ちょっとツンデレ素直になれないナギサです。よろしくお願いします。イエイ、イエイ、イエイ。はい、ありがとうございます。次はサイカちゃん。はい、歌であなたに思いを届けたい、彩る夏と書いてサイカです。よろしくお願いします。イエイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてね、2曲続けて聴いていただきたいんですけれども、はい、2曲目の最初の曲は、うん、久しぶりのカバーで、この夏にぴったりのカバー曲になってます。今すごい食べたいです、私それ食べたい。うちらも今食べれんよ。食べ、私食べます。おい今一緒に考えたよ。私はそれを食べます。ダイエット中だけれどもね、そんなの気にしません。私はそれを食べます。じゃあ皆さんも一緒に盛り上がっていきましょう。はい、2曲続けて聴いてください。夏のお嬢さん。You scream.
聴いていただいたんですけど、はい、その2曲目は博多っ子純情っていう曲で、はいはい、UMU アワードっていうご当地アイドルのナンバーワン決定戦で優勝した時の曲になります。ありがとうございます。スーパーの方でも CD 発売してるのでよかったら皆さん500円です。買ってください。ありがとうございます。博多っ子純情の中に博多の地名とかいっぱい出てきてるじゃないですか、うん、めっちゃ出てくる、はい、で博多って地名だけじゃなくてその食べ物とかもめっちゃ美味しいんですよ。美味しいね。行ったことある人めっちゃおると思うけど、そう、有名なのとかやったらもうもつ鍋とか明太子とか博多ラーメンとかめっちゃいっぱいあるっちゃけど、うん、でも私思うのが長崎も食べ物って美味しいの負けてないよね。負けてない。負けてないよね。反応返して長崎の人負けてないよね。負けてないよね。私やけんさ、普通にさ、ちゃんぽん食べたいし、カステラ食べたいし、ミルクケーキ食べたい。長崎、長崎だんだこんさ、ちゃんぽん、ミルクセーサラウドにカステラ、ちゃんぽん乗ってよみんな。ちょっと私だけめっちゃなんか惹かれてない？しかもなんかちゃんぽん、ミルクセーキラルドミカステラ。はい、次の曲は私たちの大切な曲になってますので聴いてください。めっちゃ練習したのにできてないか。確かに。それでは聴いてください。いちごの涙。待ち続けてた新しいページに一緒に夢を描こう。真っ赤に色づいた思い受け止めて It's just like a strawberry いちごの you
まあ、時間も短いようで次で最後の曲になってしまいます。涙のように汗が涙のように汗が目に入っちゃって、ごめんなさい、なんかしゃべっちゃった。一番の涙がねちょっと何言ってるかわかんない。うまいよ今のね。うまいんだって。ありがとうございます。アクエリアスはうまいよ。確かにあの補給は必要よね。皆さん水分とってますか、ちゃんと。ちゃんと飲んでください。今飲んでいいですよ。はい、せーの。あ5秒は足りるんだね。あれは音になっても2組出るけんさ。そうだね、このままじゃ多分持たんやろうけん、ちゃんとちょっとずつ飲みながらタオルで汗拭いて、はい、飲んで飲んでね、はい、やろう、当たり前やん。当たり前やん。なぎにゃんもんだって。そうよ、誰ともっとなぎにゃんよ。なぎにゃんよ。そうよ、これなぎにゃんのこともみんな覚えてあんまり言いすぎると一回でお部屋のキャラになるけん、やめようもん。そうね、はい、続いて音順最後の曲いきたいと思いますけど、はい、何年、はい、何年、私たちの最新曲でございます。ね、最新衣装と最新曲で披露させていただいて、噛んだみたいなところで披露させていただきたいと思うんですけれども、はい、すごく私たちの夢に向かって頑張る大事な気持ちがこもった曲です。聴いてください、夢の軌道。Oh
配ってくれた、待ってくれた。はい、ありがとうございます。ありがとうね、こんな熱いのに。いやもうこの後も絶対これ盛り上がれるやろ。本当やね、余韻残してくれたもん、めっちゃ。本当やね。この後も皆さん盛り上がる元気ありますか、まだ。そんなもんじゃないやろ。皆さん盛り上がっとう。もっと声出せね。いい感じ。はい、私たちはこれでおさらばです。以上、私たち博多の山田です。乙女の純情です。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ引き続き楽しんでいてください。